SMAP ニュース。ジャニーズ事務所所属の5人組グループ SMAP が18日放送のフジテレビ系 SMAP SMAP の冒頭にて公開生放送を行った。グループ解散が噂されていた SMAP であったがグループ存続を宣言。木村拓哉が中央に立ち SMAP メンバーが横一列に並んで謝罪をした。もともとは週刊文春のメリー北川副社長のインタビューがそもそものきっかけである。ジャニーズ事務所の後継者とされる長女藤島ジュリー恵子副社長と SMAP を育て上げたチーフマネージャーとの確執にメリー副社長が触れ、 SMAP のチーフマネージャーを呼び出し叱責したのだった。 SMAP のチーフマネージャーは SMAP を引き連れ独立するかに思われたが、 SMAP メンバーの木村拓哉が事務所の残留を宣言。 SMAP の中心メンバーである木村がいなくては SMAP が成立しない。そこで SMAP が解散するかに思われたが、残りの SMAP メンバーも残留を選んだ。テレビでの人気グループ SMAP の謝罪は事務所の見せしめのようでショッキングであり話題を呼んだ。